昭和48年台風第6号は1973年7月に発生し複雑な動きをした台風である。また、統計史上唯一2回も復活し3度の台風期間を持つ復活台風でもある。進路図1973年7月18日9時に日本のはるか南の海上で発生した台風6号は 発達しながら北上したが、紀伊半島の南に達した頃から勢力が衰え始め、22日3時に台風ではない低気圧へと降格した。低気圧は度を西に転じて九州を回り込むように進んだ。そして、熊本県の西に達した25日15時に再び台風となって、そのまま熊本県宇都半島に上陸。しかし、 上陸後間もない26日3時に再度低気圧に降格した。そのまま九州を横断して四国付近を通過し、最初に低気圧に降格した地点に近い地点へと戻り、三度目の台風に昇格した。そして東海地方に接近した後に消滅した。結果として二回も復活した。この台風は以下のような三度もの台風期間を持つこととなった。この台風のように、 複数回にわたり復活し、3度以上の台風期間を記録した台風は他に例がなく、1951年の統計開始以来、この台風が唯一の事例となった。なお、1973年に日本列島に上陸した台風は、この台風のみだった。この台風は、九州を中心に被害をもたらし、死者14人、行方不明者15人、 負傷者10人の人的被害を出したほか、重火損壊110頭、浸水37,783棟などとなった。ありがとうございます。